これは市長の経営能力がなかったということ。皆さん、2008年の段階ですでに京都市はこの市内 LRT どう走らせたらいいか、こういう調査してるんです。多くの実は黒字路線があったんです。しかしなんだかんだ言ってやらなかった、まあ、政治が決断しなかったわけです。もう角川が既に入ってました。 LRT 走らせたら交通事業は黒字なんですよ皆さん。そしてもっと便利になるんです。こういう宝の山が実は京都にあるということです。それをうまく 使えていない、これは市長の経営能力がなかったということ。これを改めて京都はどんどん富を得ていく、そして市民に還元していく。でもう一つ、